こんにちは健康増進クリニックの院長水上治と申します今日は健康について私が考えるところを申し上げてそして後半は私が長年食べてきた玄米がどんなに素晴らしいか私なりの視点でお話ししようと思っております55年前に食用の世界に入りましてね玄米食を 食べ始めた。自炊し始めたんですね。そして学生時代に日野敦司先生ですね。この真ん中のあの白衣のドクター前列真ん中。これは日野先生、非常に有名な食用の先生、この方はですね。超結核で若い時ですね。もう死にかけたんですね。ところが起死回生。絶食して4年休学したのかな？旧姓。 絶食しして玄米食にしたら完全に治っちゃったそれで医者になろうと思って、えー、食用内科になるものをですね、えー、品川の総合病院でやってらして私が一番です。あ後ろの方にですね、えー、いますね <laughs> 若かりし私がですね本当にですね食事療法青汁 絶食サプリメントなどであらゆる患者さんを治療してたところなんですね5年間いろんな勉強をさせていただいてそして私が確信しているのは簡単に言いますと玄米食っていうのは抗がん効果がある抗動脈硬化皮脂異上昇抗コレステロール抗中性脂肪血症を是正する血栓予防血液サラサラ免疫不活だから 癌にもいいし、いろんな感染症にもいい、自己免疫疾患を改善しやすい、それから壊れにくい腸内細菌も良くする、そして健康長寿をもたらす。これは何百人、千人以上の患者さんから教わった私の臨床体験です。ですから確信を持って玄米ってのはすごいねと申し上げられます。そしてですね。 最近このような研究が発表されまして36万人の米国人を14年間追跡したらもちろん米国人ですから未制薄穀物まあもちろん玄米やってる人も少しいますけれども黒パンのようなものをできるだけ取るようにしている人たちは制薄穀物を取ってる人に比べると生活習慣病の全死亡率が17%下がる。 これはおそらく寿命にしていると数年延長することになります。これは画期的なデータです。日本の玄米食に関しては残念ながらこのような追跡データはないですがただ私の臨床的な手応えではもちろん玄米食をきちっとやっている方はこれに類する効果が出ているに違いないと思いますね。だって この死亡率をね、2割ぐらい下げるって方法ないですよすごいと思いますね私のクリニック東京都内でやっておりますが万病相談所ということですね私のところの患者さんは9割がんの方あと難病の方アンチエイジングの方々ということになっておりますで、 私はやはり皆さんがより健康になれば医療費が減りますそして玄米を食べているとより幸せになりますどうも脳にもいいいみたいですねですから是非皆さん玄米を取ってください必ずいい結果が出ると確信しております